滑りヒユは、滑りヒユか滑りヒユ族の一年生植物。代表的な C4 植物としても知られる。和名滑りヒユの滑りの語源は、諸説あり、葉っぱや茎に、ズルツル滑るような光沢があることに由来するという、説や、茎や葉を食べるときに、茹でた際に出るぬめりに由来するという説がある。ヒユは、ヒユ科のヒユに、姿が似ているとも言われ、県では、小薬名にもなっている。 バシケンのほか、バシサイ、ゴギョウソウ、サンケン、チョハハナ、ジウマナ、ウマヘビコナ、チョウジュサイ、ロウネズミのみ、タカラクシロナなど、複数の呼び名がある。世界の熱帯から温帯にかけて幅広く分布し、日本全土で見られる。乾燥体制があり、畑や路ボ空き地など日当たりの良いところに自然に生える。農業においては、畑作の外装として知られ、 全般的に必要な雑草として嫌われる傾向にあるが地域によっては食料として働作もされる。一年生の総本。全体に肉質で無毛、茎は赤紫色を帯び根元から分岐して地を這い斜めに立って枝分かれする。葉は小さく長円形のヘラ形。全円で肉質で柄はごく短く誤生する。牡蠣は夏から初秋で 枝先に集まっている葉の間に、五弁の小さな黄色い花を咲かせる。花形は6から7ミリメートルほどで、火が当たると花が開く。花弁は、普通五個、おしべに触れると動く。果実は、この巣と上半分が帽子状に取れるカプセル状の、二花で、中から、極小の黒色の種子が多数落ちて散布される。多くの種をつけることが知られており、 大きな株で24万個という記録もある。雑草として引き抜いておいても、形容は、しおれず、容易には、枯れない、強さがある。寒さに弱く、種子は、気温が高くならないと発芽しない。C4 型光合成を行うと同時に、CAM 型光合成を行う、多肉植物で、光合成に必要な二酸化炭素を夜間に気候を、開いて取り込む性質があり、 昼間は気候を開かずに取り込んだ二酸化炭素で光合成をするため乾燥した土地でも水分の蒸散を極力少なくできると考えられている。このため液胞に蓄積されたリンゴ酸に由来する酸味があり、ぬめりのある独特の食感を持つ。滑り火を用いたサラダ、クレタ島野菜として生または乾燥品を食用にできる。 滑り火及びその禁煙の種は健康食品としても使われるオメガマイナス酸脂肪酸を多量に含む植物として知られている。日本では東北地方や沖縄で野菜として親しまれている。主に若い枝葉を茹でてお浸しにするが、アクが強いので水にさらして調理する。山形県では、氷と呼び、茹でて、ケシ醤油で食べる一種の山菜として扱われており、干して、 保存食にもされた。また、沖縄県では、忍物カーと呼ばれ、葉物野菜の不足するカキに重宝される。ヨーロッパでは、パースレインという名で呼ばれるハーブで食用にされ、トルコやギリシャでは生、または炒めて、サラダにする。夏に全僧をとって、根を除き、水洗いして誹謗し乾燥したものは生薬になり、バシケンと称されている。民間薬として、下熱、下毒。 利尿や虫刺されに効用があるとされる。醤用の汁は虫刺されに直接塗る用法が知られる。皮膚の湿疹や赤みのあるニキビには、日量治療 5g のバシケンを 600cc の水で半量になるまでとろ火で煎じて、3回に分けて服用するか、直接洗う用法が知られる。冷え症や下痢しやすい人への服用は禁忌とされている。古く、プリニュスの博物誌では、 コースレッカとして、様々な症病に効く薬草として紹介されている。ヒユナ、ケンサイ、ナ、チャイニーズスピナッツなどの名で流通している要塞があるが、これは別科のアマランサスの一種である。栽培種に、花が大きい園芸種の花スベリヒユがある。ポーチュラカの名は、スベリヒユの学名に由来し、スベリヒユは、ポーチュラカの原種になっている植物でもある。また、 同族には松葉ボタンがあり、形容の形や様子は滑り比喩に似ている。花滑り比喩日本の江戸時代の書物の中に、滑り比喩の葉から水銀を取るという術書があり、円樹で作った木槌で滑り比喩の葉を砕いて干すと、6ラムの葉から1 5 0ムの水銀が取れると書かれていたという。しかし、この文献の記述は嘘の内容であり、 西洋の錬金術と同じく成功することはなかった。ありがとうございます。